いたしました。ここからは拍手までいただいてありがとうございます。なんかこれだけ外が寒いとなんか拍手があったかく感じますね。ありがとうございます。ここからはですね、今年11月中旬に開催されました、全日本スーパーフォーミュラ選手権の第4戦、オートポリス大会における、公式予選 Q3 で、タイム1分24秒140のコースレコードを記録されました、野尻智樹選手の功績を称えまして、記念のコースレコードタイヤを製作いたしましたので、そのオートグラフセレモニーを執り行いたいと存じます。司会進行は私スーパーフォーミュラーオフィシャルアナウンサーのピエール・イタガーです。よろしくお願いします。まずはすいません、ありがとうございます。まずはですね、ちょっとここからお過ごしいただく皆さんにね、少しお話をさせていただきますと、ステージ前、皆さんですね、今ちょうどアスファルト舗装してあります、ここのね、ステージ前のところに、ドットの、テープがですね、貼ってあるかと思いますけど、それを基準にしていただくとね、周りの方とのディスタンス、距離をね、うまく取れるようになってますんで、そちらの方にね、目印で、座っていただければな、あるいは立っていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それからですね、今回、そちらにもですね、展示がございますけれども、そのコースレコードのタイヤですね、そういった展示物にはお手を触れないようにお願いしたいと思います。特定多数の方がお手を触れてしまいますとね、感染の、可能性というのも否定できませんので、どうぞですね、お手を触れないようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではお互いに距離を取っていただく中でですね、これから進めていきたいと思いますが、では、今回のセレモニーにご出演の皆様をここでご紹介させていただきたいと思いますので、大きな拍手をお迎えください。まずはこちらの、記念のコースレコードタイヤを製作していただきました、横浜ゴム株式会社タイヤ製作開発本部副本部長兼 MST 開発部部長でいらっしゃいます清水道夫様でございます。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。はい、続きましてドライバーにご登場いただきます。全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦オートポリス大会の公式予選 Q3 でタイム1分24秒140のコースレコードを記録されました野尻智樹選手です。どうぞお拍手をお願いください。よろしくお願いします。さあ、ということでお二人をお招きしたところで、いよいよこれからですね、こちら横浜ゴムが作った記念のコースレコードタイヤございますので、ここにですね、タイヤの表面もうすでに見ていただけるわかりますが、2020-1115と、日付が入りまして、ラウンド4オートポリスと、それからオートポリスのですね、こちらコース図、毎回言ってますけど、これすべて職人さんの手彫りでございますよね、確かね。はい、こちらをですね、今ご用意させていただいておりますので、こちらのコースレコード記念タイヤへの、まずはですね、野尻選手の、サインを、記入していただこうかなと思います。はい、では、野尻選手、はい、そちらにペンを用意しておりますのでどこでしたっけはい、そうですね、そのあたりに、ではここで書かせていただきたいと思います。野尻選手、今さささっと、はい、気持ちよくサインを入れていただきました。はい、拍手をよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずここで指差しでですね、ちょっとフォトグラフ、はい、フォトセッション、スーパーフォーミュラのオフィシャルカメラマンによりますフォトセッションでございます。はい、じゃあ審査も少し、はい、お入りいただきまして、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。カメラマンの方もありがとうございます。じゃあちょっとここでですね、マイクもございますので、少しお話を伺おうかなと思います。まずは野尻選手ですね、コースレコードを叩き出しました。実際に、こちらね、ございますタイヤにサインもしていただきましたけれども、まだ覚えてますか、あのタイムを出した時の走りというのは。覚えてないですさあ、ということで、残念な回答が来ましていや、めちゃくちゃ早かったですよ。めちゃくちゃ早かったやっぱりね、いつもの例年と少し季節も違いましたし、はい、本当になんかこう、オートポリスってこんな、今までもね、すごいオートポリスってチャレンジングなサーキットだし、ドライバーのこう、なんていうのかな、楽しさっていうのはすごく、うん、高いサーキットじゃないですか。だけど今まで以上にこんな面白いサーキットあるのっていうぐらいのスピード感だったし、あ、でも本当にタイヤもね、非常にそういう、なんていうの、高いコーナリングに対しても非常にね、きちんと答えてくれてたし、はい、自信持って攻められなかったらね、このタイム出てないと思うんで、なるほど、
本当に高いパフォーマンスがタイヤとしてもあったかなと思います。なるほど、まあ、足元のタイヤもそして車の方も信頼しきってそこでね全開でアタックをするという、まあ、ドライバーだと思うんですけども、そういえばあの予選の時に、まあ、フロントタイヤだけちょっと先にスクラブしたりなんか工夫をされてましたけど、その予選のアタックをする時になんかそのコースレコードタイムっていうのは、まあ、結果として出たものではあるでしょうけれど、コツっていうのはなんか自分の中でいつも決めてたりするんですか。こういうのをいつもやってるから私はそうですね、頑張りすぎないこと。頑張りすぎないこと。それはでも多分なんとなく分かっていただけるんじゃないですかね。頑張りすぎるとやっぱりダメですか。そう、あの 101% 出した瞬間にタイヤって次の瞬間に 90% ぐらいにパフォーマンス落ちちゃうんで、それでいうと 98% ぐらいずっと走り続けた方が結果的に速かったりもするっていう、まあ、サーキットそれぞれ、ね、いろんな色があると思うんですけど、まあ、あの時ちょっと僕セクター3がうまくいったのはそういったところもあるかなと思います。はい、まあ、どっかだけを頑張りすぎるとか得意なコーナーだけを攻めすぎるとかそういうことなくて、アンダー 100% で常にこうコントロールできている。そうですね、あの滑らしたらロスなんで滑らさないようにっていうのはあの心がけてます。なるほどね、はいはい、ということで芸人さんに聞かせてあげたいようなコメントですね。滑らないようにということで大丈夫ですか。はい、頑張っていきたいと思います。さあ、それではですね、ここで、続きましてね、すいません、ちょっとハウリングが起きましたけれども、さあ、続いてですね、では、本日ご来場いただきました清水様にですね、この、まあ、トップフォーミュラーで野尻選手が構成コードを出されたわけなんですけれども、感想をちょっと聞かせていただきたいなと思いますが、はい、弊社では、まあ、スーパーフォーミュラーの方に対応を共通させていただいておりまして、まあ、あの選手の皆さん、チームの皆さんの、まあ、こういったあのパフォーマンスを称えて、まあ、このような、まあ、レプリカですけれども、まあ、コースレコードをタイヤに盛り込んで、まあ、記念にしていただくと、まあ、このようなことを、まあ、企画した次第です。でなかなか、まあ、オートポリスも確かに野尻選手がおっしゃってたように、まあ、難しいコースだったんですけれども、まあ、こうやってあのコースレコードを更新していただいて、まあ、我々のこういったイベントを、ね、まあ、企画した、甲斐があったなというふうに思います。でおそらく、今日の富士も、コースレコードは間違いなく私は出してくれているというふうに信じておりますの で、 そうです、ね、明日よろしくお願いします。僕に言ってます。それはもちろんです。同じステージに立ってますから、また野尻選手お願いしますので。いや、あのほどほどに。いや、でももう朝の段階で、従来のアンドレ・ロッテラ選手の構成コード2秒ぐらい縮まって、やっぱこの季節特有のやっぱり清水さん、そういうやっぱり速さっていうのはあるんですかね、やっぱね。そうですね、なかなかその季節のね、あの路面ですとか、まあ、そういった条件で、ね、ちょっと天気がね、あの、まあ、雨じゃないですけど、明日は多分天気大丈夫だと思うので、はい、おそらく間違いなく構成コードは出るだろう。わかりました、はい。じゃ あ、 あの野尻選手、明日、まあ、ポールポジションをぜひというお言葉もありましたので、じゃあ明日の予選に向けてね、ちょっと一言いただきたいなと思いますけれども、あの、はい、ぼちぼちで頑張ります。はい、本当にね、力んじゃうと大変なこと起きちゃうんで。あ、そう。ただでさえ、いや、本当に今寒いんですよ、はい、走ってて手凍るし、フォーミュラカーはもう手がかじかんじゃって手凍りますね。あ、そう。だしやっぱ明日の朝一寒いじゃないですか、はい、で体がやっぱりね硬いんで、行き過ぎてバンってブレーキ踏んで1コマロックしたらもう大変なことになるんで、うん、力抜いて頑張ります。そうですね、十分あの力んで多角形コーナリングにならないようにこう滑らかなコーナリングができるように。そうですね、はい、頑張っていただきたいなと。また、作ってもらいたいなと思います、はい、ぜひ来年のですね、開幕戦にまたコースレコードセレモニーに野尻選手が来れるように、ぜひですね明日の予選期待しております。はい、ということで、こちらの記念タイヤでございますけれどもね、明日までの期間中、こちらのステージの前に展示をさせていただきますので、歴代のコースレコードタイヤも展示してありますので、ぜひ皆さん、お写真など撮っていただいてね、記念にしていただければなというふうに思います。はい、ということでこの時間ですね、横浜タイヤの清水様、そして野尻智紀選手、お二人をお招きして、コースレコードタイヤセレモニーさせていただきました。もう一度ステージ上の皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。本当にちょっと時折ですね、冷たいものが上空から降ってくるような環境ではございますけれども、ステージ上は、ね、熱くこの後も盛り上がっていきたいと思います。今シーズンのチャンピオン候補であります伊藤忠平選手、チームインパルのこの後平川亮選手
選手、さらにドコモチームダンデライアンレーシングの山本直選手、そしてバンテリンチームトムスのニック・キャシリー選手を順番にお招きして、ちょうどですね、1人ずつがこのステージでね、リレートークをするような感じで、スーパーフォーミュラドライバートークをしていきたいと思いますので、ぜひ、お時間許します限り、この後も皆さんお楽しみいただきたいと思います。ひとまずコースレコードさん、こちらの